はい、こんにちは、鈴木です。というわけで、地上の重力と万有引力が本質的に同じものであることを、見破ったっていうのが、ニュートンのすごいところの2番目という、話をして、で、ただ単に言ったんじゃなくて、ニュートンはこれに関してものすごい、証拠を突きつけて、発表したんですよという話をしましたが、それは何だったのかということをこれから話します。で、それはこれです。月の公転に、関連した話で、月はこうご存知の通り地球の周りをこう回ってますよね、ぐるぐると。で、この回ってる軌道っていうのはほぼ、円です。ほぼ深円に近い形で回っています。一般に惑星のこの太陽の周りを公転する運動とかって、一般には円じゃないの知ってますかね。一般には楕円の形をして回ってます。だけど月っていうのは、もうほとんど円に近い軌道で回ってるっていう風なことが知られています。で、それを利用してですね、ニュートンはこの話に関してすごい大きな証拠を突き詰めることになったわけです。で、どういうことかというと、そもそもなんで月が、落ちてこないのかっていうことから、解き起こさないといけなくて、今までの話によると、この月と地球っていうのも、当然質量を持っているので、今まで散々説明してきた万有引力によってこう引き合ってるわけですね。で、その引き合ってる力があるのに、どうして月はずっと回っていられるのか。引き合ってるなら落ちてきてもおかしくないんですよ。なのに月は落ちてこない。っていうのは、なぜかというと、一言で言うと、まずこの地球との距離がすごく大きいっていうのが一つと、もう一つは、この月が運動している速さっていうのがものすごい速さで、運動しているからっていうのが答えなんですが、まあそれだけだとちょっと何を言っているかわからないと思うので、説明しますと、まず、もし万有引力がなかったらどうなっているかっていうのを、想像してもらうと、まあ今月がこの辺にいて、で、こう、こいつは、この円周上こう動いてきて、こう、ここで、ピタって止めてみたときには、どうなってるかっていうと、今こいつはこっち方向に運動しようとしているわけです。わかりますかね？この円周をこう回ってきたんだから、この円の接線方向に、こう速度を持っているはずだと。いうのは、ちょっとイメージしてもらえばわかると思うんですが、で、今月はこういう速度を持ってます。なので、もし力が働いてなかったら、こいつはこのままこっち方向に円軌道を外れて飛んでいってしまうことになるわけです。なんだけれども、本当は万有引力が働いているわけだからどうなるかというと、落っこちるわけです。この、地球の中心に向かって、力によって引かれるので、結果、こういう風に、ちょっと引っ張られて、こう落ちますよと。で、落ちた先がここです。で、この落ちた先が、まあ、たまたま、この、軌道上に乗っているわけです。で、あとも同じで、この後も、つまりこう、軌道を曲げられてきたので、こいつは今度はこういう方向に、速度を持ってて、こっち方向に行きたがってるんだけれども、また、こう、力が働いて、こっち方向に、引かれるので、またしても、こういう方向に軌道が曲げられてしまって、こうなっている。というわけで、結局のところ、月は地球に引かれて落ち続けている。落ち続けているんだけれども、その落ちた先がたまたま、円軌道上に乗っているから、こう、結果としてずっと落ちずに円運動をしてしまうということになるわけですね。まあ、もっとわかりやすい例え話でいくと、まあ、小学生の空想みたいな話になるんですが、
まあ、例えば、小さい頃、ボールをなんかものすごい速度で投げたら、こう、地球一周回ってきて背中に当たったりしないかなとか考えませんでしたかね。まあ、それは僕だけかもしれませんが、とにかく、まあ、そんなことは実際に起こらないんですが、でも、月は実際、まあ、イメージとしてはそういう感じのことになっているわけですね。ものすごい速度で飛んでいるから、こう、地球との引力によって引かれて、こう、軌道を曲げられて、結局一周してきて、戻ってきてしまうという、まあ、そういう小学生の空想みたいなことをイメージしながら捉えると分かりやすいかもしれません。というわけで、今みたいな気候で、月は、万有引力に引かれながら、地球の周りを回っているということになるんですが、ここで、この落ちる、距離、1秒間に、こいつは、まあ何かしらの、速度で走ってたのが、まあ、力に引かれて、こう落ちてしまうということで、1秒間にある距離だけこう落ちるわけですね。で、この距離、っていうのはどれくらいかっていうのは、これは、天体観測によって、まず、いろんなデータが得られてて、この、なんだ、まず、月の公転の半径ですね。この公転の半径っていうのが、天体観測のデータから得られてる。それから、あと分かってたのは、まあ、ちょっとこの辺のことがどうやって分かったかは僕はあんまり詳しくないので知らないんですが、あと分かっていたのは、地球の半径。これも分かってた。それから、なんだ、あ、こんだけか。地球の半径が分かってて、それから、この月の公転軌道も分かってた。まあ、あと、月の公転周期は当然分かりますよね、それは。で、これらのデータから、この月が、この1秒間にどれぐらい落ちるのかっていうのは計算できるわけです。で、その計算した結果っていうのが、実験から得られたデータですよ。これは約8分の1センチメーター毎秒です。だけ落ちますよ。ということで、これを、考えてやると、これすごくちっちゃいですよね。1秒間に8分の1センチだからものすごいちっちゃい。まあ、すごい大げさに書いてますけどね。はい。距離だけこう落ちて、回ってますよ。というのが、まあ、観測データから得られていると。で、ここで大事なのは、この値っていうのは、先ほど言った結果から、どんな物体でも同じですよ。いうことに注意してください。なぜかというと、物体1と物体2がこうあって、さっきの話で、この、引き合う結果として、物体1がこう、動く加速度。加速度 A っていうのは、これは、物体1の質量によらないですよ、という話をしましたよ。物体1の質量は、結果としてこの加速度 A1 に関係ないということで、これが、実は月だろうが、この黒板消しだろうが、どんな質量の物体でも、この距離の部分で同じ速度で飛ばす限りは、同じように回るというわけです。なので、この1秒間に落ちる距離っていうのも実は、月だっていうことは関係ない。月だろうが黒板消しだろうが、こういうところに投げ上げたら、こんだけ、1秒間にこんだけ落ちます。っていうことに注意してください。これがすごく重要なことで。で、こんなことから何がわかるのかっていうと、ここで、さっきの式を使います。何の式かっていうと、加速度の式で、もう一回書きますと、H イコール、G の R の2乗分の、これがさっき、なんか6の5だったかな。
ついさっき書いた6の五式ですね。っていうのをここに再掲しておきます。で、この物体1っていうのは、ここではこの月に当たるわけですね。これがまあ物体1。で、こいつの加速度っていうのが、さっき計算した式によって、こういう風な式になるわけです。で、何度も言うように、この物体1の質量っていうのは N1 って書いてたから、これには入ってこないというわけです。で、ここで、ところで、この、ここ、この、ものすごい地球の上の方の遠いところでは、こんだけ、1秒間に落ちるっていうことが得られたわけだけれども、じゃあ地上付近ではどれぐらいで落ちるのかっていうのが、さっきのこの式によって計算できるっていうのがわかりますかね。どんな物体でもいいんだから、黒板消しでも何でもいいんだから、それをそのまま、こいつが月と同じ軌道をこうぐるぐる回ってたと考えて、それが、この距離 R ですよ。この R が、まあすごくちっちゃくなって、地上付近になったら、この落ちる加速度はどれぐらいだろうっていうのは、この式を使って計算できるわけです。いいですかね。なので、何を書こうとしていたかっていうと、ところで、月の、この点半径、半径はどれぐらいかっていうと、これが重要なことで、月の公転半径は、地球の半径に比べると、約60倍です。地球の半径の約60倍。ということで、この60倍という値さえ分かってしまえば、この式を使って計算できますよね。すなわち、この式6の6、あ、5により、失礼。これによって、この式によって、地上では、約、3600倍の加速度。つまり、月の公転半径のところで、重力によって受ける加速度よりも、そいつを地上に持ってくると、月のところにいた時よりも3600倍の加速度になってるわけです。倍の加速度になっている。っていうのは、どうやって計算したかというと、まず、この図で見た方がいいかな。つまり、月の公転半径が地球の半径の60倍ということは、この辺の話をしているわけですね。これが地球の半径ですよね。で、これが月の公転半径だから、これが60倍だと言っているわけです。なので、ここにいる、例えば黒板消しをこの地上付近に持ってきた、この辺に持ってきた。すると、当然距離は60分の1になるわけですね。あ、地球との距離ですね。地球との距離は60分の1になるということで、ってことは、持ってきて距離が60分の1になったっていうことは、この加速度 A はどうなるかっていうと、さっき言ったように、距離2倍にしたら、距離を2倍にすると、4分の1になるんでしたよね。つまり、2乗して逆数になるわけですね。なので、これ、こうやって持ってきて、地上に持ってきて、60分の1になったならば、これも逆数、2乗して逆数だから、60分の1っていうのは、計算してもらえると、3600倍になるっていうことで、こうなるわけです。というわけで、地上では、約3600倍の加速度になる。
で、なので、加速度が3600倍だから、その1秒間に落ちる距離っていうのも、3600倍になるっていうことで、こっち。よって、8分の1センチ。この月の軌道では1秒間に8分の1センチ落ちるんでしたよね。で、これが地上付近に来ると加速度が3600倍になるので、かける3600っていうのを計算してやると、どうなるかっていうと、これが450センチなんですね。はい。という値が出ました。これが、黒板消しが地上で、この月と同じ重力を受けていたとして、地上でどれぐらい1秒間に落ちるか、という値なわけです。で、前の動画で、僕、皆さんに一回、これ計算しといてねってお願いしたことがありましたよね。この、物体が、この、なんだ、地上の F イコール MG っていう、この式に従って、物体が、1秒間に落ちる距離を計算しといてねって、前、お願いしたと思いますが、その答えっていうのは、大体、まあ、ドンピシャじゃないんですけど、大体これが、ここから出てくる値っていうのが、490センチメートルです。なので、まあ、ドンピシャじゃないけれども、かなり近い値になってるっていうのが、わかると思います。なので、まあ、ちょっとだいぶ時間が落ちてきたんで、あれなんですが、ここまで来てしまいました。なので、この値っていうのは、地上で、物体が1秒で落ちる距離に近い。距離に近い。ということで、これ、偶然にしては出来すぎですよ。あまりに。この月の公転半径とか全然地上のものに関係なさそうな量から計算した値と、純粋に地上だけで測った法則から得られたこの値っていうのがかなり近い値になったというわけで、繰り返すとニュートンは、この地上、万有引力と地上の重力っていうのがただ同じだっていうことを見破ったんじゃなくて、こういうふうな確固たる証拠を持って、凄まじい説得力を持って論証したわけです。で、これは当時の科学にとっては相当なインパクトだったはずです。ということで、これが、この、ニュートンのすごいところの二つ目ということで、これが今回の話のメインだったわけですが、ちょっと、これに関して、まだ疑問が残る人がいるかもしれないので、その疑問の解消を次回やるっていうことで、一旦 CM です。